リアもマフラー。これワンオフなんですか？ワンオフです。はい。これどういうベースもないんですかこれ？ベースはね BM のエアロなんですよ。え？それ使えるんですか BM の？もうフル加工して、ここは LS なんですけど、ここは BM スタッツ。あ、じゃあもう作っちゃったんだ。はいはい、もうここら辺全部作ったっす。合わなかったんです。色は変えて。はい。そうです。隠しホグ2連ホグ入ってるんで。本当、あ、見える、はい、光当てると見えますね。なんか上から見えないようなメッシュにしたんですよ、メッシュの形が。あ、本当だ、はい、見えない。そうです、真正面から見ると入ってる、はい、こういうメッシュがあるんですか？そうなんですよ、そういうメッシュがあって、特定グリルも自動性入れて、とりあえず前のやつがもうあのグリル込みやったんですよね、バンパーが。あー、グリル、そうだ、一体のスピンドルやったんで。そう確かそうだった。それ全部取っちゃったら結局グリルなくなったから、じゃあグリルはとりあえず自分のせいだな。これサイズどんな感じですか？サイズね、10.5、前が 9.5J で、で20インチのとこで、これ新品っす。はい、じゃあかなり、この色もじゃあ注文で。そうですね。なんて色なんですか？暗めない色、なんて色だったかな、ちょっと忘れたんですけど、シルバーではないですね。ね、ちょっと色入ってる、はい、真っ暗なんで、車体暗なんで暗めにと。そうっすね、ブレーキは全部純正なんですよ。純正にドリル穴開けてラインも入れて、これは全部塗って、でここもレクサス入れてって感じですね。これ色は何の色なんですか？これ、イエローゴールドっていう色。随分変わった。ケツもだからガッツリ変わってます。はい、これもワンオフですか？ワンオフです。元々のマフラーも全部取ってワンオフで入れましたね。これマフラーなんなんですか？マフラーは、マフラーもこれもワンオフ、特注です。作りました。このバンパーに合わせてって感じ？あ、そうです、バンパーに合わせて作りました。この色は何の色なの？それマットですね。前と同じ感じ？前と一緒のマットですね。マフラーこれ、どっから作ってある感じなの？リアだけですか？いや、中間から。中間から全部入って、タイプを取っ払って、なかなかいい音しますよ。いいですね。はい、そんな感じ。まあ、それなりはするです。はい、まだまだ、あとはとりあえず色はでも塗りたいですね。黒は来シーズン。黒は黒で行くんですけど。はい。あ、色変えたいってこと。色かな。来年は。あとグリルと、あとまあフィルムホースを貼ろうかなと思って。順番に。もう一通り素通り作ったんで、もう一旦は。だいぶ変わりましたね。はい、thank you.